この起きる時のシーンはいつも一度起きてからカメラを置きセットをし、それでまた寝たふりをしている。それは誰にもわからない。 Good morning. Today is 7 o'clock. なんとなく英語で言ってみた。も天気が良くて最高です。全力少年です。タラちゃんです。ここでタラちゃんのモノマネ。植物に水をあげます。水をあげます。タラちゃんです。さあ、ちょっとコウモリランのこいつを付け替えます。水固形で。ゆで卵2個と R1 ヨーグルトでコロナに負けない免疫を高めていく。花束を君に贈ろう、愛しい人、愛しい人。この時並木は宇多田ヒカルにハマっていた。走ります。とてもハマっていた。今日のコーディネートはキャプテンサンシャインのオレンジの和紙にアルテリアのパンツでタックインして合わせたいと思います。結構このパンツ厚いんですけど、なんか好きで履いちゃいます。足元はパラブーツで、最近革靴履くのハマってます。サンダルはもうおしまい。着替えます。出発進行。よいしょ。オレンジブラック。ちょっとスタバに行って読書します。よいしょ。あっちね。今日はコンタクトで、あやめの最近手に入れたこのサングラスでいきたいと思います。今日はそうですね、昼にちょっと食事に行く約束があるので、桜新町の小川コーヒーラボラトリーというところに行ってきて、3時からその後国立近代美術館で熊健吾展に今日は行きたいと思います。休みは芸術をインプットして刺激を加えていきます。今日も全力投球で頑張りましょう。レッツゴー。プロテインを忘れずに摂取する。スパーキー。この時並木は余っていた炭酸をプロテインに入れ飲んでみた。炭酸の味はしなかった。いってきます。10時前です。行きます。服が可愛いですね。すごい。行きましょう。2度目の小川コーヒーラボラトリーです。ちょっと分かりづらい。やってないかと思いました。
望月先生です。本日はランチのご利用です。はい、あ、ランチ食べます。やっぱハンバーグですかね。やっぱハンバーグ。え、ハンバーグで私何したんだろう。何でしたっけ、忘れましたね。晴れじゃないですか。曇りなのか。でも明日から晴れだったよ。え、マジっすか。宮城ちゃんとサンリオピューロランド行く。いいですね。予定だけど台風。それが可愛いですね。トーガとか。あ、トーガなんですか。そう、なんかやっぱいいね。たまになんかちょっと変わったやつを、はい、撮ってくれる。おしゃれ。ありがとうございます。美味しそう。アッサムティー、アイスコーヒーです。今日のコーデです。お手洗いです。トイレの扉がおしゃれ。冷えましたね。ちょっと冷えた。じゃあ、自分映ってないやん今日。僕は大丈夫です。でも桜新町ここしかわかんないからさ。そうですね。竹橋に到着です。ちょっと曇って涼しくなってきました。熊健吾店へ参ります。皇居のね、周りなんですけど、いいですね。なんか雰囲気が、風情があって、やっぱり普段見慣れない場所に行くっていうのが結構ね、刺激的で素敵です。普通に作られた建物も好きなんですよね。この時並木は周りに人がいないのを確認し、すかさず叙々立ちをした。この日、一度のジョジョ立ちでは物足りず、もう一度ジョジョ立ちをした。朝起きた時にも朝立ちをした。今日はちょっと髪型が崩れちまってます。この時並木は髪型が崩れていると思った。このメガネめちゃいいわ。国立近代美術館です。自然がいいですね。癒されます。見えました、東京国立近代美術館熊健吾展。これですね、熊健吾展。この時並木は、この何もないスペースで一日中ぼーっとしていたい、そう思った。
さあ今熊健吾店に行ってまいりました。かなり良かったです。すごい模型とかがねかなり展示されていて見応えのある展示でございました。ぜひね建築とか興味ある方は行ってみてください。この後はちょっと時間が空いてるのでどっかで本でも読みふけたいなと思っております。あやめのメガネをちょっと調整しに行きました。日本橋に来てるのでちょっと首かいたら赤くなっちゃいます。日焼け止めを首に塗ると荒れてしまうという、K5 っていうホテルがあるんですけどちょっとそこに行きたかったんで行ってみたいと思います。さあお目当ての K5 がありました。やってるか。この時並木は普段食べないラーメンを食べ心から感動していた。ラーメン、つけ麺、僕、よめん。スープを器ごと飲み干す。帰ります。空が綺麗ですね。この日の夕日は今まで見た夕日よりもどの夕日よりも美しかった。心が癒された。ただいま。この時お帰りを言う相手がいないことは並木は知っていた。帰ってくる声はないと。帰ったらまずアクセサリーを置く。抜けない。買ったばかりのトムウッドの小指のリング、水で濡らさないと取れないほどきつい。サイズを失敗した。映画でも見ますか。さあ帰ってまいりました。さ
最近宇多田ヒカルさんのインスタライブを YouTube で見るのにハマってます。かなり素敵です。おすすめです。今日はもう家であと映画をなんか見ようかなと思います。今日もね、いい休日でございました。明日も頑張っていきましょう。この時並木はどれだけキモい顔ができるかをやってみた。今日はお客様からちょっと借りましたロシア王戦記というアニメの映画をちょっと見たいと思います。これめちゃくちゃいいらしいんで楽しみです。これを貸してくれたお客様ありがとう。とてもいいアニメーションの映画だったよ。ロシア王兵戦記でした。マック・デュラン・マケイだ。さあ見ましょう。映画のお供に素材の美味しさ、枝豆チップス、そして俺だけのプリン。ここで小ボケをかましていく。さあ今日も Vlog ご視聴ありがとうございました。